アーザルバーイジャーン、アーザルバーイジャーンは、イラン北西部のアゼルバイジャントルコなどに隣接した国境地域である。イラニアンアゼルバイジャン、イラン領アゼルバイジャン、ペルシアンアゼルバイジャンとも、アゼルバイジャン地域の南部にあたり、アーザルバーイジャーンは、アゼルバイジャンのペルシャ語系である。ただし、イランでは通常、単にアーザルバーイジャーンといえば、自国のこの地域のことで、隣国のことは、 アーザルバー・イジャーン共和国と呼ぶ。キャスラビのアーザリーによれば、元来はイラン系住民が住んでいた。イスラム帝国に征服された後、11世紀から15世紀にかけトルコ化するが、イランの言語、文化的影響も強く受ける。タリシュ・ハン国1828年のトルコマアンチャーイ条約でロシア帝国とガージャール・アサペルシャの国境が確定し、 この地域はペルシャ領となった。1945年12月にはソビート連邦の支援のもとにアゼルバイジャイ国民政府が発足した。1979年のイラン革命後、ソ連の影響力が増したことによりアゼルバイジャン人の民族主義と自治要求が活発になった。1993年、ムギャーンヒラノでタリッシュムギャーン自治共和国が短期間独立した。 イラン最大の少数民族であり、アゼルバイジャンの主要民族でもあるアゼリ人が多く住み、民族問題を抱えている。彼らはトルコ系のアゼリ語を話すことで、イラン系のペルシャ語を話す多数派のペルシャ人と区別される。ただし、彼らの宗教はイランでは多数派のイスラム教シーア派であり、宗教的な対立要因はない。一部の少数派グループは、 イランからの独立とアゼルバイジャンとの統合を訴えている。イラン当局はこの種の運動をハントルコ主義の一種とみなしている。タリシュ人も民族問題を抱えている。1993年のタリシュムギャン自治、共和国独立を主導。西部にはクルド人が住み、クルディスタンと部分的に重なる。歴史的には古代アルメニアに属し、 アルメニア人修道院建造物群など、アルメニア人の歴史的建造物も残るが、現在の住民は多くない。4州に分かれる。ありがとうございます。